42歳結城まおみ、フレイル予防の取り組み明かす。今年は子供たちと欲張り旅行。私の中島、芸能、テインメントワールドチャンネルへようこそ。1月31日、都内で行われた新田ゼラチン株式会社のフレイルフリープロジェクト発表会にタレントの結城まおみさんが出席しました。現在42歳、2個の母である結城は、年齢とともに精神的肉体的活力が失われることを意味するフレイル予防を推進しており、この日のステージでは、ヨガインストラクターの中村ゆきと共に、ヨガやピラティスを使った身体の動かし方を紹介しました。その後のトークでは、私も30代前半から半ばにかけて、毎年少しずつ動いていないと、こんなに体が動かなくなるんだと実感しました、と話し、今は子供たちもスマホや PC を見ているし、若い人もずっと同じ姿勢でストレートネックになっている。そんな中で、体も心も活力を失っていると感じている方も多いのではないでしょうか。人生100年時代、少しでもこういうことに興味を持ちたいですね。誰でも年を取ります。動物も人間もみんな年を取ります。でも、努力次第で健康で若々しくいられると思うんです。結城自身、疲れた時はお風呂に入って健康増進と虚弱体質の予防に努めているという。毎日湯船に浸かるようにしています。湯船に浸かっている時間は心のデトックスにもなるんです。だから、お風呂のぼりに体温を上げてストレッチをすると眠りが深くなり、目覚めも良くなるんですよ。また、子供たちに健康について教えたり、朝食に食べるヨーグルトを紹介したりしているそうです。また、朝食にヨーグルトを紹介している。みんな違和感なく食べてくれるので私としては助かっています。子供たちの健康を見守るためにも、私自身が健康でなければなりませんね、と語った。今年の目標を聞かれた結城さんは、無意識のうちにもう1ヶ月が過ぎていると笑顔で答えてくれました。また、いつまでも子供と遊べるように、毎日のフレイルフリーの習慣を続けていきたい。昨年は仕事が忙しかったので、今年は子供と過ごす時間を作って、自分も楽しみたいと思いますと話しました。また、妹が8歳になりました。と、個人的な目標も紹介。姉が8歳、下の子が6歳になり、子供たちも赤ちゃん時代を過ぎ、幼い子供になってきました。妹は今、陸上競技が大好きです。いつまでも子供の運動会に付き合える母でありたい、と、感慨深げに語る。また、次女は6歳でサウナが大好きになりました、と、その感覚にハマっているようだ。子供たちと約束して、一緒にサウナ通いをしています。妹はアスレチックが好きなので、両方できるような欲張りな旅行にしたいです。と、笑顔を見せた。私の動画をご覧いただき、ありがとうございます。チャンネル登録で最新の動画をお届けします。Oh, it's supposed to feel